レイちゃんとマイマイのマイレイドショー。ちょっとさ、私雰囲気違うと思わん、いつもと。いや、そうなんですよ。で、私も雰囲気違うと思わん。いつもだって、あの、うん、私巻き髪じゃん。そうそもそも、ね、逆にレイちゃんって普段シュッてしてるけどふわっとしてると思いません？そうなんですよ。なぜかと言いますと、今日これからやる企画がですね、ででん、服交換なんかこの前パーソナルカラー診断に一緒に行ってきたんですよ。でそしたら私がイエローベースの春って診断されて、私がイエローベースの秋って診断されました。そう、まあイエローベース同士なんで、まあ、仲良しさんではあるんですけど、ね、春と秋って結構印象がね違うみたいで、うん、春でそうすごい言われたのは、雰囲気的にはちょっとキラキラふわふわカラフルポップみたいなのが似合うのが春なんです。はい、で秋はそうくすんだなんかエレガントなあ、そうね、そうそうそう、あのまあドス黒い色が似合うということ。ちょっと違くないか、ドス黒い色なんかね、明るいっていうよりはちょっと落ち着くな、うん、そうそうそう、本当ゴージャスとかね。そうだね、エレガントゴージャス。だからどっちかというと春の人って若々しい感じとかなんかフレッシュな感じになるらしいんだけど、それに対してすごい大人っぽさとかクールな面で、大人っぽさその顔、そういうのだから結構なんかイエローベースの 仲間なんだけど、正反対の雰囲気を持ってる。 そうだね、うん、そんな二人が普段着てる私服を普通に交換したらどうなるのかっていうのが純粋に気になってね。もう一パターンはただギリ着てもありっちゃありみたいなやつ、うんうん、で2パターン目はこれは着なくねえかそうねっていうやつっていうテーマで、持ってきたんで、じゃあまず1パターン目の、まあ、ギリ着てるかもっていうのから、うん、まあ、紹介していきましょうか。やってもらいましょう。では行ってきます。イエーイ、マイレイトショー。1着目の服を2人で用意してきました。はい、じゃあ紹介していきます。紹介していきましょう。どっちから紹介します？じゃあじゃんけんで勝った方から紹介します。 OK、 接触じゃんけんぽい。レイちゃん勝ちました。はい、というわけで私から紹介させていただきます。はい、当てられていいですか？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。2人ともいらっしゃいました。いらっしゃいました。いらっしゃいませ。本日こちら黒のニット、ニット黒の、こちら黒のニットをおすすめしております。私今お揃いみたいになってしまうんですけどマジじゃんそしてこちら下にはですね、こちらがお客様に合うと思います。ショウガラダルメシアンかな。ダルメシアン店員さん大丈夫ポンコツちょっと出しちゃったって言ったの。あのダルメシアン のロングスカートですね。はい、あのこちらですね、あのこちらのマイマイ店員さんからあの店員に昇格したわあの先輩からですね、はい、あのクリスマスプレゼントとしていただいた服となっております。そうですね、はい、この服で街を出かけたらナンパされました。怖い。ぶつけた話、ロングスカート似合うじゃん、まあ、いつも履いてるね。そうそうそう。で上黒もそんなイメージないけど、うん、黒が似合わない人間なんて怖いやろ。私黒マジで着ないからね普段。そうそうそう、うん、だからこの2着はねもう選んでくれたし、ちょっと選んでくれたマイマイにも着させたいなと。なるほどね。そう、それ持ってきました。はい、はい、どうしよう、私結構違ったかもしれないギリレイちゃんも着れるかなって思ったけど、うん、結構ちゃんと私らしいのか結構ちゃんと私らしいの持ってきちゃった。あ、ね、あ、いいわよ、ミッキーのニット。僕ミッキーだ。これね、可愛いのが後ろ向けると後ろ向きなの。あ、可愛いわ。ただ私この色の赤はね多分似合わんじゃん。あれこれと、はい、私がよく履く柄物の好き、あれ着ないもんだって履かないもん、無地。本当にこれのパンツと主張激しくない？そう、黄色い帽子。あ、帽子まで。最後こういうバッグ持って。え、待って待って、服だけだと思った。じゃあ、まあ、でもちょっと焼き戸やで、1着目からこれ1着目だよ。1着目行ってみよっか。まあ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 、行ってみよう。じゃあ着替えてきます。イエーイ、バイバイ。バイバイ。マイレイトショー。ちょっと2人ともさ、上着て思ったけど、チンコが起きてる。着替えました。イエーイ。下はこんな感じですね。はい、はい、あのゆっくりと下に下がっていきましょうか、はい、せーの、どうした、何があった。ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっとこれさ、別カットで撮っていい？はい、これドンかどうじゃん。じゃあそれはちょっと、やばってやるじゃん。私こんなに思ってんの。なんかさ、うん、アメリカでハンバーガー食べながらさそこら辺にいそうなおっさんじゃない？わかる。とりあえず1個目、私は私でやっぱさ
黒似合わんなって思った、うんうんうん、なんか似合わないけど、うん、まあまあさそこら辺で歩いてても、うん、どうしたっていう目では見られないじゃん多分私多分これでさこれで外出たらさ終わるべ多分ね。いや私マジでこんな服で出かけてんの似合い度で言って今無難な方からいくと私は私で多分黒がめっちゃ重たくない似合ってるかって言われたらもっと似合うのあるんだろうってやつだけど、うんうん、別になんか見てられないような見てられないね見てられないいや私見てらんないよ自分がそんな感じで、まあ、ちょっと私には重たいかなって笑いすぎなのよ笑いすぎ本当に虫捕り少年感でも虫かごだったらこれめっちゃ良かったよバッグじゃなくて虫かごだったか、うん、正解はいや不正解だよ今この段階ではねもしかしたら私たちの感性もおかしいかもしれないから、ね、あの見てる皆さん似合うか似合わないかコメントいただけるととりあえず2着目いこっかもう終わりでこないじゃあ2着目持ってきまーす行ってきまーすマイレイトショーじゃあ2着目の準備できましたはい私からいく、うん、ふわふわひらひら手を持ってきますという、はい、そうフリルがこうあしらってあって、はい、シャツで前がリボン結ぶ感じあとこれがハートのバックルがついてるキロあらあらかわいいじゃないかわいいでしょで薄ピンクのねカーディガンはい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 、はい、でこういうとこにこうちっちゃいリボンがついててこれねみおちゃんからのお下がりだったあそうなんだ、うん、ワンちゃんじゃんこんな感じで私がよくかぶってる茶色いキャスケットいやかわいいよこれ前々がかぶってるこれかわいいよねうんかぶってたねもうこれ見てこれなんかもう信じられないから私マイマイのことであとこれも私がいつも持ってるミニーちゃんのもうジャラジャラしてるけどこの辺の選手のやつは気にしないでほしくてこの、うん、あのベガサマンサベガとコラボのバッグじゃあ次は私ですねはいあのぶっちゃけた話は私マイマイがズボンを履いてるイメージないのよそうねなんか履いててもこういうめっちゃ柄物のスキニーとかを、はいなんだろうチラッとさっきみたいな上が長いものに合わせてちょっと足見せるとか、うん、あとはめっちゃブカブカなデニムだよ ね、そうくらいしか基本は着ないっすで、うん、私黒のパーカーとかパーカー系が好きで結構、うん、あの黒のパーカーでこのまま無地ほんと無地で下がこちらですねあのダメージジーンズちょっと待ってくれ、はい、あのね私足太いんよてかあの下半身がデブなんだよ、はい、であのレイちゃん細いんよ、うんあの入るかねいやまあ入らなかったら入らなかったであのまあ面白いね似合わない似合わないというかいや土俵に立てない推し、まあ、ちょっと前々には頑張ってもろてじゃあ着替えていきま すマイレイトショー私今行けてますはい行きましたいいじゃあ、はい、せーので振り返ろう OK せーのちょっと待ってまたやばく事故ダッサーそれじゃあ2人でゆっくりしゃがんでこう、せーのウィーン私とはちょっとしゃがめて , 笑わせないでほんまにこれ以上いけないと思うんだけど私あのこれ以上足曲げたらレイちゃんのジーパー破けるんだってばちょっとこうやってこうやって映るわあーおもろいおもろいマジおもろいでもなんか黙っててさ、うん、黙っててもうちょっとピンクのシャドウとかやったらワンチャンいけそうな感じがしなくないさっきよりはねさっきは赤いよくは言えてなかったでもさパーカーの方がぽくない何が私ダサいよ今ダサいもんやばい、うん、これあなたの私服だよいやそれもうあなたに返すよねさっきの本当にありなしどっちなしザ真っ黒の何パーカーですみたいなダメージジーンズもね相まってねやばくない立てないんだってこれこうやってやばいよねなんかドラマでよくあるさ、うん、よいしょってやった瞬間におけつびりいや本当なる着替えるだけでこんなにギャーギャーする人いるって思ったさっきじゃあレイちゃんの方ははいあでも私さっきよりは破壊力薄めよ自分的にはもう狂ってんのかなそんな気もしてきたよね笑いしか出ねえマジでだってレイちゃんだってこれ着てるとき私別にダッサいとか思ったことないよあ本当に、うん、思ったことないけどさでも自分着たらやばいよねなんかね私初めて自分の服がダサいんだなって思
初めてじゃないけど。さっきの私じゃん。初めてじゃないけど。いやーこれはすごいな。本当にあるんだね。あるんだね。ね形もそうだけど色とかさ、うん、ちょっと本来の自分の服に一回着替える。戻ってみるか。ちょっとやってみようか。はい、あの本来の自分の私服に戻ってみる。なっていきましょうか。はい、いってきまーす。マイレートショー。ちょっとじゃあしゃがみましょうか。はい。の、あ、しゃがめてる。えれいちゃん普通にしゃがむじゃん。しゃがむしゃがむ。ああ、なんか何の違和感もない。しっくりくるな、やっぱり。なんか落ち着くね、やっぱり。しかも自分も。そうそうそう、自分もなんか落ち着く。だってこれにこれでしょ、いつも。いや、似合う。そんなね、帽子似合うね。こういう感じだし。なんでそうなる。落ち着くね。落ち着く。ほんと落ち着く。さっきのなんか振り返ってもダサってないよね。ない、ない、ない。何も思わず見てられたし、なんか、ズボンです。すごい喜んでる。いや、いや、服がね、やっぱ泣いてたね、さっきは、ね。さっき泣いてた、もう痛いって言ったもん、痛い痛いって。これ以上開かんよっって。いやー、そっちの痛いね。こっちはね、痛い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 、それ見るの痛い痛い痛いの痛いの。そっち。じゃあ最後、例の服を、まあ、おのおのの服を着て見せて終わりましょうか。はい。じゃあもう一回着替えてきます。Yes。マイレイトショー。見えてるけど問題のこのコーディネート。はい。じゃあ降りますか。はい。せーの。うん、え変？いや変じゃないと思う。いや分かんないもん。ここの部分に私が着てた時にちょっとポチョンって出ちゃうっていうことでしょ。そういうこと。どうどう、なんかさ、うちら分かんなくなってきたから、そう、ね、視聴者さんがえそれマジみたいなとか、うん、いや別に可愛くないとか似合ってるよとか、うん、なんかあったら普通に教えてくれ。いや本当に教えてほしい。コメントでなんか、いやこの服似合ってなかった、似合ってたとかも欲しいんだけど、うん、えこの服似合うんじゃない、この色のこういうワンピースとか着てほしいっていうのも随時募集したいなと思います。結果自分のパーソナルカラー診断のカラー、そして服の形をガン無視したお互いの服を交換したら似合わないっていうことが分かりましたので、皆さんあのパーソナルカラー診断行った方がいい。2人とも生き生きしてるよ、自分の服着てる時の方が、うん、落ち着いてるの。じゃあそういう感じで、はい、またなんか、ね、シーズンが変わったら服交換やって、はい、今シーズン分、はい、コンプリートしていきましょうか。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。